この番組は室蘭 FM ビュー、インターネット放送、動画サイトユーストリーム、D ファインポッドキャスト、以上三脚ネットでお送りいたします。心だけはいつも、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティです。お相手は私山田大輔と、もう一人がこの人です。海に行きたい海坊主です。ねえ、夏らしくなってまいりました。そうですね。もうどうですか、夏満喫してますか？いや、これからもっと満喫したいなと思うんですけども、はい。まあ、この間ね、海行ってきたんですよ。あ、行ったんですか？はい、一瞬だけね。行ってきたっていうか通ったっていう感じですよね。はあ、はあ、はい、横と、もう通り過ぎたんですけども、はい、まだね、やっぱりね、ちょうどね、海の家とかもね、用意してる途中の、ああ、そうです、うん、まあ、ちょっと建設中っていうのかな、うん、はい、まあ、中を見ながら、どこの海通ってったんですけど、ランコさん、ランコさんランコさん、海の家出してんの、ランコさんの海、ね、出してんの、まあ、ランシマですけれども、うん、横を通ったんですね、はい、まあ、ランコさんの海をベテランコさんってノースアイランドにはねキャラがいますから、ね、はい、ね、ベテランの方そう、ベテランの方の横を通り過ぎたんですけどでもね、小樽市ランシマ、そうですね、小樽、はい、のね、小樽の方のね、うん、あそこ行ったんですけども、うん、まあ、やっぱりね、皆さんこうやっぱ焼肉とかいろいろバーベキューとかをね、うん、されてまして、うん、バーベキューしたいなという気持ちが高ぶってるわけですよ、うん、ほうほう、今この場でバーベキューしていいですかあの、これ僕がどう答えなくてもいいですよね、はい、このスタジオの中でいきなりバーベキューを始めてもいいですかいや、あなたはね、はい、昔からおかしいっすよいや、それはあの今に始まったことじゃないです、別にあなたは、うん、このノースで、はい、キャンプをやるぞだの、はい、なんかその外で飯を食うだの、はい、そういう時にですね、はい、なぜかあなたは大体、はい、その場で食べるもの以外に、はい、自分の自宅に持って帰るよう買うそうですねあなた、しかも食材そうですね、もう陸別に行ったとかひどかった、はい、陸別町に行った時は、はい、陸別町のにあるね、はい、スーパーで、はい、まあ我々肉とかね、はい、食料を買っとけって言ったから僕はね、はい、確かにね、そうですね、そしたら食料何買ったかと思ったら、まあ、野菜とか肉とかを買ったよ確かに、はい、その時に焼く用のね、はい、それ以外にこれちょっと安いっす、なんかいいっすかこれ家用に買ってって言って掴んだのが冷凍のホルモンだよ、はい、なんで冷凍のホルモンを今買う安かったっす安いものだ、うちです、うちって書いてる冷凍のホルモンだよ、ね、はい、ちょっと安かったいや、みんなで食おうぜ、はい、それじゃあみんなで食う分プラス家でも食べたい分わかります、いや、みんなの分はみんなの分で楽しみますよ、もちろん、はいはい、それと別に、はい、もう安いから自分の家でもこう確保するという、はいうん、あれそれどこぞの出かけてた場所ではあれですよね、うん、ボックスティッシュとか安かったから買おうとか、そうですよそうですよあなたは、うん、自宅用に買うんですよ、うん、そうですよ、ね、まあ、ボックスティッシュはさすがに買わなかったですけど、うん、でもね、一人暮らししてるとですよ、うん、まあ、お買い得品を見るとね、その場で買いたくなるんですよ、うん、だってね、別にそのお買い物だってね、なかなか、うん、やっぱり夜も過ぎるとお店が開いてなかったりとかで、うん、お買い物に行けない時もありますよ、うん、じゃあ一人暮らししてたらお買い得品が目の前にあったらどうします、うん、買うでしょう、はい、そうですよ、まさにねはい、はい、そうなるとホルモンの一つも買えますよ冷凍ホルモンだからな、あれあ、そうですね、冷凍はその場で買うってねまあ、海坊主さんがね、はい、そういう、まあ、お買い物で、はい、意外なものを買うっていうのはね、はい、1回2回じゃなくていろんなことがありましたけど、これぜひ今度特番で、はい、この場でもバーベキュー始めますからね24時間特番ででも考えたいなというふうに思いますけれども、さあ、ノースアイランドニュースから今回もスタートです。ノースアイランドニュース、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ノースアイランドニュースです。始まったノースアイランドの新企画、
約8ヶ月ぶりにやってきた海坊主さんの宿敵山大閣999代宗主悪の帝王秘妙が持ち込んだゲーム企画は札幌北広島しりとりすごろくでした。このしりとりすごろく、札幌市白石区から北広島市までサイクリングロードが存在しており、その総延長はなんと20キロ。海坊主さん対ひみおさんはしりとりをしながら、その文字数分だけすごろくのようにセンターラインの線が途切れるまでを1マスとして、先にゴールした方が勝ちという戦いを行っています。ここまでの経過です。まず行っている白石サイクリングロード編の第一ステージ、東札幌から環状夢の橋まで 2.6 キロのしりとりバトルです。序盤はひみおさんが8マス差でリード。これについて不甲斐ないスタートとなってしまった海坊さん、この件について次のように語っております。だからまず先行後行は大事だと思うんですよ。まあ先行になったらまあ好きな文字言えるし、最初に言ってるからそれはマスは開きますからね。先行を僕にさせなさい。どうですか、言い訳にしか聞こえませんね。勝手に先行になったでしょ、わしが先行じゃみたいな。前代未聞のしりとりラジオ放送、ぜひステレオでお楽しみください。続きをお送りしましょう、どうぞ。まあ、50メーターぐらいでしょうかね。ちなみに第一ステージ、環状夢の橋までは 2.2 キロ、残り 2.2 キロという表示を超えています。これ何文字だろう。2キロある戦いです。第1ステージ1,2,3,4,5,6,7,8,9 ちなみに時刻は午後1時です。9ぐらいあんの。あれこの後の戦い何時間かかるんでしょうか。これは運転免許金城さんが途中で疲れて帰らなければいいんですが、これは結構こう長いのにしないと大変だな。さあ一瞬にも考えているようです、20から25メーターぐらい、ちょうど今ひみおさんのマス目のところの横には今札幌が見えてます。依然天気は快晴です。雲一つない青空が広がっています。最高気温が28度という予想の札幌、これからその最高気温に到達するという、そんな日に札幌北広島しりとりすごろくは行われているわけです。最低でも9文字が第1ステージ環状夢の橋、ここまでは残り2キロという争いです。まだまだスタートしたばかり、 2.5 キロという、縮まらないですけどね、まあ、2.6 キロの戦いであります。まだまだ最初の 500m ほどが進んだばかりです。さあ、海坊さんがやってきました。さあ、今度はちょっとね、ひとまず全然、さあ、残り3マス手前まで来ています。ウコンの力、ウコンの力、2マス手前のところで止まっています。1マス差でございます。おお、わしがリードしているということじゃない、ね、なんじゃなんじゃ、わしについてくれるのか。先制の人が言うことじゃないですよ、もう先行の人がね、もう差を広げられるとね、困りますけど。さあ、まだそうじゃな、山大国に最近来た食べ物紹介してやろう。山大国に最近来た食べ物ですね。ラじゃな、ラ、ライスボール、ライスボール、ライスボールって最近来たんですね、山大国に。おにぎり的なやつですかね、ライスボールって。それ最近来たんだ。ルー、まあ、ルですね、さっきも出ましたけれども、ルー、そしてボー、ライスボール、6文字ですよ、だから7、8文字ぐらい来たですね。そしてまたちょっとカーブがかかった、さあ、ひみおさんがライスボールで進んできて、これでひみおさんとの差はまた8マスほどになるでしょうか。ルーです、ルーで8文字ぐらい来たですね。いや、結構またちょっとね、7、8マス差がくと結構、これね、2、30メートル、20メートルぐらいですかね、あれまたね、
カーブがかかってちょっと離れているような状態になっておりますけれども、ビックさあ、みごさんが進んできました。どれだけ進んでくるんでしょうか。ルービックキューブ一マス手前まで来ました。なんとか来ましたよ。皆さんライスボール最近来たんですか。山大国に最近輸入されたライスボール。ああ、そうじゃ。最近なんですか。うん、そうじゃ。おにぎり的なものですよね。何言うライスボールじゃ。ライスボールおにぎり的なやつですよね。もう何を言うのじゃ。うちの国どもは今おいしいって言って食べてるぞ。うちの国民どもはおいしいと言って食べておるぞって言ったけれども、いや、おにぎりはおいしいんですけどね、確かにね。ルーじゃなくて、ブはい、ブかフじゃない。はい、そうです、ブかフです。そうじゃな。でもね、サイクリングロードのあの元のまだまあまだですけども、伸びた部分がまだクリアできておりませんけれども。そうじゃな。伸びた部分まだ終わってない、まだ道がちょっとありますだ。この炎天下の中で、この伸びた部分で恨みしいな。そうですね、この部分なかったらもうちょっとね先進めてたんですけど、まだ始まった気しないですもん。ブじゃな。はい、では次ひめおさんの部から始まる。よし、わしの趣味。ひめおさんの趣味、舞踏会。あんな顔して踊るんですね、あの人ね。舞踏会5文字ね。あのなんかね、自然破壊が趣味だって言ってみたり、舞踏会が趣味だって言ってみたり、何なんですかね、あの人ね。舞踏会いいですから、いいですね。またいいか。かあ。またいい。いいじゃん。でもこれで舞踏会、5文字ですんで6マス差ですね。さあ、さん今いいやつ、さ6マス差ですから、2つ建物があるんですけど、6文字をちょっとなんとか、そのうちのイの6文字一つですね、手前側の一つの建物の横に来ています。イで6文字がいけば、ひめおさんとの差が縮まる。まだまだこの第1弾の第1ステージ、でも5文字は言っておきたいですね。まだまだ先があります。どんな戦いになるんでしょうか。では、イで5、6文字を探そう。ひめおさんからひめおさんの姿は見ることができません。さあ、もうね、まずはここの伸びた部分、サイクリングロードの延長した部分をね、ちょっと行きたいと思いますけれども、さあ、ひめおさんがちょっとこっちをちらっと見ました。イルカショーにしますかね、じゃあね。イルカショー。ひめおさんがやっと動いてきました。イルカショー。可愛らしく行きましたよ。ひめおさんがイルカショーで一マス手前まで来ました。5文字ですね。よしよし、それは何になるんだ。おなのか、よなのか。おにするか、イルカショーおじゃな。おにするのか。はい、おにどうは、はい、おにします。よにならんのか、いいのか。いや、じゃあよでいいですよ。イルカショー、ボーは前の文字になった方がいいんじゃないのか。じゃあ前の文字にしましょう。そうするか。よで、はい、よ。考える時間少しかん、短くせんか、お互い。1分以内とかなんか決めんか。1分以内で万が一出てこなかったらイエローカードとかどうじゃ。そうじゃな。で、よじゃな。よ。さあ、今危なくうんつくの考えてしまったぞ。もうそれでいいんですよ。うんついたっていいんですよ、もう。わしの、はい、山大国が最近貿易を始めたところ。山大国が貿易を始めたそうです。ヨーロッパ。山大国がヨーロッパと貿易を始めたそうです。パ
パでございます。ではパかハの、しりとりということになりますので、まあ1分ぐらいでね、考えましょう。パかハでございます。ツー、ちっちゃいツー。パじゃ、ハで行こうかな。ハンカチ王子。さあ、ひみおさん、ヨーロッパで住んできました。さあ、早速来ています、ひみおさんです。早速住んでまいりましたな、ひみおさん。さあ、どこまで行く？おお。抜けるか？ハンカチ王子。ハンカチ王子。ヨーロッパの歯で行きました。ハンカチ王子です。今時ハンカチ王子が出ました。今時のハンカチ王子。その結果、ヨーロッパがリードしています。一マスリードです。一マスリードしました。接戦になりました。直感戦です。札幌北広島しりとりすごろく、ひみおさんがハンカチ王子の直し、直しですね、はい、でございます。そうじゃない、またうんつくの考えてみた。いいですね、ひみおさん、もううんついちゃってくださいよ。もうね、ちゃっちゃとしないと暑くてね。もういいんですよ、危険しちゃっても。わしの、はい、山田大国で最近、はい、ちょっと多いの教えたろ。はい、山田大国で多いの。地盤沈下。地盤沈下が多いそうです。山大国では地盤沈下が多いそうです。これでも多いと困りますね。山大国の国民の人たちが困りますね。ここ渡らんかいかんの。そうですね、ここ渡るんですね。また、ちょっとね、道が引かれるぞこれ。道がですね、ちょっと間が離れてる部分があります。今字しか言ってないよ。まだ一文字しか言った。地盤沈下の字を行きました。地盤沈下のかでいきましょう。もう動いていいぞ。僕もなんかうんつきそうですね。うんつくのを思いついちゃったんですけども、やっと歩けた。かですね。さあ、山田大輔が進んで、か一緒に進んでいく感じです。ばです。かステレオでいこうかな。そして、かステレオでいこうかと思います。さあ、僕もここをちょっと渡らなければいけないので、ちょっと待ちますけれども、僕はカーステレオで行こうかと思います。ひみおさんの地盤沈下に対して僕はカーステレオで行こうかな。カであり、地盤沈下で済んで、さあ、ひみおさんがでしょ。カー、さあ、カで、ひみおさん何で来た？カーステレオを出してきました。カーステレオでまた一マス下ですね。前に、はい、地盤沈下のカーステレオでございます。お、さあ、カーステレオ、おじゃない、 おです。はい、今ちょうどひみおさんはおです。さあ、ちょうど今イーアス札幌の建物の隣ですね。イーアス札幌のちょうど目の前、やっとイーアス札幌の、まだだから2年前のスタート地点に来てないんですよ。いや、立ててないんですよ。いい加減にしてくださいよ。スタートから約20分ぐらい経過しますよね。はい、立ってますけれども、まだ昔のスタート地点に立ててないっていう。大変ですね。これ思った以上に大変な企画ですね。でもですね。はい、お、でカーステレオのお、さあ、やっといいやつの、うん、つくの2つを考えてしまったぞ。分かれてましてね。だからね、僕もね、うんつくのばっかり思い浮かぶんですよ、さっきからね。そうじゃない。うんつくと結構文字数多くなるんですよね。さあ、ひみおさんもうんがつくのばっかり。よし、行くぞ。さあ、じゃあひみおさんのお、お葬式。お葬式、やっぱりひみおさん、悪の帝王だけあってネガティブな言葉が先から出てます。お葬式。そう、お葬式ですから木ですね。まあ木か、木、お葬式、木、木ですか。ここでちょっとでもね、差をつけたいですね。今、運動さんとの差は3マス、4マスです。切り前でいこうかな。距離にすると10メートルちょっとでしょうかね。さあ、花が咲き乱れる中、ポカポカした天候の中、進んでいきます。サイクリングローラ
まあ、キリキリ舞。キリキリ舞。キリキリ舞ですね。さあ、ここで6文字。さあ、メモさん、キリキリ舞で進んでおります。いいですね。さあ、いい。行きましょう。メモさんが今、スミオさんの2マス前にいます。最近貿易を始めたところまた教えよう。最近貿易を始めましたね、はい、インドネシア。インドネシア、さあヨーロッパに引き続きインドネシアとも貿易を始めた山大国でございますけれども、インドネシアとも貿易を始めたんですね。そうじゃな、インドネシアということで、あでございますね。もうあはあんまり出てないかな。ねえ、あインドネシアのアでございます。アジア、アジア。さあ今、ウィゴーさんとの差は3マス差、ヒミオさんリードですけれども、ちょうど今北広島駅まで19キロの看板です。つまりようやく本来の、当初の予定のスタート地点に着いたということになります。アジャコングさんに行こう。ああ。じゃあこう、さあ何マス来るか。うん、アジャコングさん。アジャコング、アジャコング陣営行きました。さあアジャコング今フリーです。アジャコングさん、これでなんと一マス差で、一マス差にまたなりましたね。さあついにようやくスタート地点に来そうです。やっとスタート地点に行けますよこれで。さあアジャコングなので、ちなみにこれこっからどこに行くんですか。ここで、まず斜めに行くんだ。あ、そうですね、じゃあ、一マス差ってことにして行きません、うちら。あ、そうですね。さあ、では、ここからですね、もうイエス札幌さんのところが終わりになりますので、やっと、昔のスタート地点に立つことができるということで。というわけで、山田大輔でございますけれども、はい、ここが本来のスタート地点。ここがね、本来、ここから本来であればスタートできたはずなんですよ。目の前にはいいや札幌が、はい、見えますけれども、まあ、ずいぶん時間もかかりましたね。だからあなたが2年間も寝かせなければ、はい、ここからスタートできたんですよ。そうですね。ここからのスタートと今来たとこ結構あったじゃないですか。まあ、1キロもないですけども、800メーターぐらいですか。 0.9 キロって書いてますよこれ。ねえ、もう約1キロですよ。そういうことなんですね。もう約1キロ、まあ、ゆっくりではありますが、なんか若干走ってきたみたいな感じになってるじゃないですか。そうですね。あなたの下半身大丈夫ですか。痛いですね。もうだいぶ痛いですね。もうやめますか。うんうん、つけばいいですよ。あともうひみおさんが。そうですね。下スイ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 行きますよ。だからそこまで歩くのも大変なんです。その移動距離自体が結構あるってね。で、きっとこれ残り 1.6 キロ地点。おお、そこまで来ましたか。第1ステージは 1.6 キロ残りということになりそうです。はい、まだ来るですね。今回はここまででございます。札幌北広島しりとりすごろく白石サイクリングロード編の第一ステージですけれどもね、東札幌から環状夢の橋残り 1.8 キロ付近というところで、まあ要はようやくあの新設されたばかりの、そうですね、800メートルを終えたというところです。やっと2年前であればスタート地点のところですね。そうです、そうです、そうです。スタート地点にやっと立てたわけですよ。やっとですよ。結構長かったですね。長かったよね、うん、暑かったしね。暑かったから余計長く感じたしね。これはどうなんでしょうね、この先ね。え、1マス差で海坊さんがリードっていう状況になりました。逆転しました。ただね、はい、もうその伸びた分だけでもあんだけ長いので、はい、本当この先僕は不安なんですよ。不安ですね、はい。ただもう一つお聞きされて皆さんは楽しみがあると思うんですよ、うん、山大国の、はい、今の姿、ね、一つ一つ挟んできてますもんね。いろいろ分かってきてると思うんですよ、山大国のことについてね、うんうん、貿易頑張ってんだな、ね、貿易頑張ってんだなっていうのは分かりましたね。最近おにぎりがいったんだとか、ね、ライスボール。いろいろね、うん、山大国についてが分かってきてる、うん、そうですね。これは何かその謎が、うん、数年来の謎が、そうですね、解けつつありますね。流行りとかが分かると、ね、いうことですね。この件についていかがですか。
いや、いかがも何もそうですかとしか言いようがない。別に邪馬台国がどうなろうが僕はどうでもいいんですよ。え、そうなんですか。はい、いや、だってこれからもしかしたらですよ、はい、姫雄さんを倒したら、はい、あなたが邪馬台国の大統領的な、いや、いらない、総主になるかもしれない。別に倒しても邪馬台国を継続しようとは思わないです、僕。でもね、姫雄さんが言っている愚民とかって言ってるでしょ、はい、あの人たちを、はい、海坊さんが仕切ることになる。いや、別にならないです。いや、だって、うん、海坊主様ってなるわけでしょ。いや、なったとしても、うん、僕はいいです。ノーサンキューです。いや、だって、うん、ある程度皆さんついてくるでしょ。いや、ついてこられても僕は一生ついてきますって、うん、ノーサンキューです。いらないですよ。そうなの。別に山大国は別に僕は引き継がないです。いや、まあ確かに分かりますよ、うん、察するにはね、はい、今まさにこのね、北海道でも海坊主さんは、はい、海坊主様って言われる存在でしょ、はい、違います、ね、みんなからね、周りからね、別にそう、一緒ついていきまーすって言われる中で、今度山大国の方々もついていく。海坊主様忙しいね。なったら嬉しいですけど、はい、どっちも違いますから。北海道もそうだし、山大国もそうです。右から北海道、左から山大国。海坊主さん逃げ場ないっすよ。そうですね、そうなると ね、うん、どうします。そしたら頑張りますよ。どうしましょう、うん、じゃあ、山大国と北海道合体させますよね、はい、合体させるでしょ、うん、したらどんなことします。いや、やりたい放題でしょ。どんなこと、例えばだ、はい、なんかその国を2つ持ったら、はい、やりたいことあるでしょ。もう次はそしたら全国制覇ですよね。全国制覇、はい、そのなんていうの、その軍隊を持ってる。北海道と山大国合併国をね。どんだけいるかわかんないけどね。そう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 、まず山大国の規模まだ出てきてないから、全くわかんないですよね。ただ北海道を攻めようとしてるのはわかってるんですけど、ね、どんだけの規模か全くわかんない。2、3人かもしれないからね、場合によっては、うん、ただ外国とね、貿易をしてるっていうのもありますから。そうそうそう、ね、ヨーロッパってとこ、うん、規模が大きくても小さくてもそれなりの実力はあるのかなっていう、ね、少し思いますけどね。ね、うん、みんな海坊主様。いや、まあ、どうなんだろう。でもどういう人たちかによりますよ。そうやって言ってくる人たちが。果たして海坊主さん、海坊主様は今後どうなるんでしょうか。どうぞご期待ください。私、山田大輔と海坊主でお送りしました。また来週です。さよなら。